気めっちゃありますね。しまチャレンジ。こぼれるよ。こぼれろ。こぼれろ。こぼれろ。こんばんは。大草心です。今日はなんと宇都宮のゴルフ場までやってきました。夜なんで真っ暗です。着くのがちょっと遅くなっちゃいました。なんとこのゴルフ場はいつもとは全然違います。ロペクラブじゃーん、提灯があります。ここがクラブハウスの入り口。超和風です。入っていきます。こういう入り口のゴルフ場はなかなかないんです。なんか朝来るとね景色が違うんですけど、ここが入り口です。ここも和風。もうご飯食べに行きたいと思います。なんて言えばいいんだろう。居酒屋さん？居酒屋ですね。合ってます。居酒屋風なんですよね。そうですよ。ここはね。すごいんですよ。賑わってますね。賑わってますね。賑わってますね。ロペクラブだから。あ、ロペって書いてある。すごい。あんまなくないですか、こうゴルフ場でこういう ね居酒屋風のご飯屋さん。食べに行きたいと思います。早速こんな感じになってます。中はおいいね、雰囲気めっちゃありますね。コンペの宴会とか超盛り上がりそう。ロペクラブ1番ホール、こんな感じです。広いですね、1番ホールは。今日のココロちゃんの朝のショットです。イエーイ。よいしょ。かわいいピンク、はい、チュンロペのやつだ。よいしょ。7番ホールです。お、いいじゃん。コロちゃんの岸間チャレンジ。チャレンジします。いやー緊張するね。頑張れ。あれ浮島じゃない。受ける。全然違う。ランチに行きます。ランチはクラブハウスに戻らず、レストランが近くに。アウトじゃないか、アウトから上がってくるとテラスでも食べれます。お花が綺麗です。景色も見えます。こぼれグラス名物。名物最近何年、2、3年ぐらい前からずっと。こぼれるよ。こぼれろ。こぼれろ。こぼれろ。
こぼれ、こぼれる、ろ、こぼれろ。あ、そういうことね。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画の続きが気になる方は左の動画をチェック、チャンネル登録は右の登録ボタンをよろしくお願いします。コメントと高評価もお待ちしています。